私自身こんなに体が小さいのに飛ばせる理由、これを言いますので、つまり飛距離を伸ばすために回転で打とうという人、これをやめてほしいという。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日のテーマは回転で打つ、ね、回転で打つと飛距離が伸びる、つまり飛距離を伸ばすために回転で打とうという人、これをやめてほしいというちょっとねお話をしたいと思います。でこれはね、ほとんど僕アマチュアの方25年、以上レッスンしていて、分かっていることなんです。で皆さんね分かっていないところがあって、飛ばそうと思って回転でやるってね、これ、ね、不可能に近い、ほとんどの普通のアマチュアがね。だから、私が言う正しい飛ばし、これをねしっかりと覚えていただければ絶対に飛ばせるようになる。つまり、今日の動画を初めから、そして見終わった後ではかなりの、ね、差が出る、皆さんね。なのでしっかりとね、見ていただきたい。これ飛ばしについての動画いろんな人やってますけれども、私自身こんなに体が小さいのに飛ばせるっていうところの、理由、これを言いますので、絶対に最後まで見ること、ね、最後の方にいいこと言ってますので、突然ね切ったりしないでね最後まで見るんですよ。それではねお話、進みたいと思います。まあそれでね、回転で打つっていうことじゃなくて、何がね一番大切か、これはねダウンスイングなんですよ。ここスイングはね、一番大事なのは ここに行くまでのここの動作しかないんですね。これ結論、もうこれさえ分かればもう絶対まず飛ばせる。皆さんねこうやって振りすぎ、うん、そうじゃないの、ここに向かってしっかりと力を伝えれるか、これしかないんですよ。なのでまずトップからダウン、ここに全てをかけていく、ここですね、ここですよ、ね、この部分にどれだけ、こう力を入れていくかって抽出していくか、これしかないです。回転でこうこうやっても全く意味ないんで、でただね、結果的に回転のように見えるだけ、こうやって見えるだけで、基本はここ勝負の結果が、回転になっているというところになりますので、まずダウンスイングのここが飛ばしの一番重要ポイントだってことをまず理解してほしい。これがねほとんどの人分かっていないんですよ。だからこれを分からないと、もう僕がね動画いろいろお話ししてること、もいろんなね YouTube でお話ししてる人たちが聞いているに対して、聞いているね皆さん言ってることが分からない、意味が分からないので、まずそこを覚えてください。で力を入れなければいけない、力を入れるっていうことで言うと、皆さん分かりますね、抜かないと入れれないの。つまり力を入れたいと言って入れようと思ってもどうでしょう、どうですか、なかなか難しい。抜いてから入れる、抜いてから入れる、この抜きの部分を必ず入れてください。ダウンスイングのところでいきなりずっと力を入れていっても無理なので、一度ここで抜く動きがあってから入れる、抜いてから力を入れるっていうね、この抜きの部分を入れるということで言うと、ここをあんまりスピードをつけてあげるっていうことは厳しいので、なるべくテイクバックはゆっくり、ゆっくりからの入れるっていうね、あまりここのスタートを急がないっていうのは結構重要なポイントになりますので、ここを柔らかくゆっくり上げといてから、でここは一度力が抜けていく感覚をまず覚える。そうするとこの後ですね、力を入れるというタイミングが作れますので、そうするとクラブヘッドをね鋭く振れる、飛距離を出すための圧力をここでかけることができるということ、ここをしっかりと理解する。ただですね、ここまではね皆さん誰でも言ってるの、いろんな動画でも話してるし僕も言ってるんです。こっからが本番よ。なんじゃあどうすればねいいか、つまりねこれをやるとねみんなダフるんですよ。でこれねダフるから、なかなか皆さん、ここの切り返しで力を入れるっていうのに、結局はね着手できないというところで、しっかりとしたね使い方を今日これからお話しますから、そこをまずぜひやってください。これが入れれば飛距離を伸ばし、かつダフらずにここにきっちりと
捉える感覚は分かります。イメージとしてはまずこうクラブの上げるところに一つ障害物をこうやって置きます。イメージですけどね。でこの障害物に対してテイクバックをこういうふうに回り込むように上げていくわけ。こうやってね、こういうふうに、でこっから回り込むように引き下ろすっていうこと。だからここで 円運動を手がこういうふうに、こういうふうに力を入れるの。皆さんね、こうやって入れる、こうやって引き下ろそうするわけ。こうやってダフっちゃうの。こういうイメージね。これなんでしょう、あれですね、あのお刺身をブツッと切るとね、ダメだって言うでしょ、こう切るみたいな。イメージ的にはこういうイメージ。ここでこう回すように引き下ろす。これがポイント。回すように打っていくの。でそうすると背中どう使えるの、こう。これがね、皆さん分かってないし言ってないこと。これみんなね、こうやって引き下ろそうとしたりとかするわけ。これじゃまずいのね。かといってどこに下ろすのって話になってくるわけ。でそこで感覚としてはここで円を描く、こう丸くなる感覚ね。そうするとここの背中の使い方、そしてどうでしょう、こういう状態からいいですか、こうなってて、ここからですよ、こういうふうに使うとかなり力を下に伝えることができるはず、ね、なのでこうではないですよ、こう引きつける感じ、こういうふうに背中を使っていくのね。丸く円を描くように意識する。これができると、飛距離を伸ばして、かつあここで圧力をかけて、ここで圧力をかけて、こういうふうに丸くなるので、この後上に抜ける感じ、上に抜けるのでダフらない。でしかも背中を使ってボールを捉えることができるというところ、ここがですね、非常に大事なところになりますので、これがわからないとただ単に力入れるとダフってダフちゃうからね。直線じゃないんですよ、円運動。これが今日のキーワードの一つ目ポイントになってくるわけですね。ということでこの動きを していくとこういう動きだね。こうするとかなり、ね、スピードがここで生まれます。こんな感じですね。で、ここの動きからですね、どういう練習をしたらいいか、本当の最後の最後、ここが分かるともっと面白い。で、これは腕の引き下ろし方なんだけれども、ほとんどの人がね、腕をちゃんと引き下ろせてないんですよ。これね、皆さんやってみると分かる。ほとんどの人ね、どうなるか。アマチュアの方にやってもらうと、背中をここら辺を触る、広背筋のところね。触ったまま手を引き下ろしてあげて、こうやって上げて下ろすって、下げて上げてってやっても、この広背筋の筋肉動かないんですよ。でも僕らはめちゃめちゃ動くの、動いてる。これじゃ動かない。なんでか分かりますか、これこれすごい大事。これは肩の付け根をしっかりと下ろして、ここを下げながら上げて、下げながら下ろす。ここが下がってなきゃダメなんですよ。こういうのダメ。これじゃ広背筋使えないの。ここを下げた状態で上げる、こういう言い方ね。そうするとね、そんなに上がらないんですよ。そんなに上がらないで下ろすと力が出る、引き下ろせる。そうすると広背筋から引き下ろせるわけですよ。だから広背筋から引き下ろすんで手に力が入らないんですよ。ここが下ろしてから手に力入るので、広背筋手下手、この後に手が動くんですね。でこれがうまくできてくると今の動き、先ほどの動きとつながりますね。わかりますね。こうじゃないってことがわかる。ここで広背筋が動いてから手が動く、広背筋が動いてから手が動く、こういうことになるわけですよ。だからここの手の動きとか状態の使い方を理解した上で体の回転を意識するのはいいんだけれども、手だけ、あの体の回転だけでね、振っても全く飛ばないんです。これね、今日これ分かっただけでどうでしょう、実際練習しに行ってください。腕の使い方全然変わってきますから、
ここをまず覚えてくる。それが今日のポイントになります。ということでね、今日の結論をちょっと言いたいと思うんだけども、体の回転でただボールを打つね、これでもいいんだけれども、これだけじゃなかなかアマチュアの方は飛ばない。やっぱり体幹の意識って弱いんで、まずは上半身とか腕の使い方をちょっと理解していくと、その後の体の回転を意識しただけでもっともっと距離が倍増していくってこと。つまり腕を円のようにこういうふうに丸く使う。そしてそのすることで広背筋がイメージできる、ね、ただ下ろすということじゃなくてね。でこの時に力の入れと抜きを覚えて、ここで入れてくる。ここで入れてこないとボールは飛ばないよ。絶対に体回しただけじゃ絶対飛ばないから、ここをまず重要視してください。そして背中の使い方は広背筋をどう使うかというのは、肩の付け根を上げないで引きを手を上下に動かす。そうするとしっかりと、まあ、剣道の面のような意味ですね、イメージがつきます。まあ、そんな感じでちょっと最後打ってみますね。体をしっかりと使うというだけじゃなくて、腕を引き下ろす力、この力ですね。こんな感じ。もう一球。よし、完璧ということで、このチャンネルではね、私の、レッスンノウハウを毎日更新している、そんなチャンネルでございますので、まずは見逃さないためにチャンネル登録、見逃さないために、そしてその後にコメントを入れてください。でコメントを入れたら絶対にこのコメント僕見ますから、それを見てまた質問コーナーとかね、動画の制作の参考にしますので、ぜひともね、もうガンガンコメント入れてください。そして最後、モチベーション、僕のモチベーションのために高評価、これを入れてください。ぜひともですね、この3つやっていただければ嬉しいです。それでは今日はこのぐらいで終わります。さよなら。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる、そしてその他限定動画、いえ YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。